今回は2月22日の調整で効果時間が 6.7、7.1 カウントになった。アンコモン個別を紹介していくよ。軽略は式6でのコスト1勝は武力プラス4、 1.5 コスト以下は武力プラス7の号令と上昇値は高いけど、最大武力は低めになるからつらてなだれ込み使い方が強そうやな。コレツ自身は武力8知力ごとにコストの号令持ちとしては破格のスペックやから、しばし革命の大将や同時に情報修正された栄冠極主太みたいな村の兵も仕込み、安く白兵も強くしやすいと思うよ。ご覧ください。申し訳ありません。邪魔するな。邪魔するな。陣を焼き撤退せよ。邪魔するな。お前たちも見ろ、人の神髄を。邪魔するな。これ以上あがくな。邪魔するな。お悩みですか。二度目はない。邪魔するな。意義を正せよ。5コス2枚に復活召喚をつけ取るから前出しして、そのまま敵陣で果てても大丈夫やな。この辺りは血柱型では出てへん強みやと思うわ。俺が力なき者どもを支配してやる。健康第一正せ。2度目はない。1、2。さっさと出さんく。そこです。はじめまして。とっておきの時間。混沌の先に清き天下があると信じて。邪魔するな。無人の心へ。申し訳ありません。邪魔するな。大使は折れん。そこで復活せ。復活せ。陣を焼き撤退せよ。そこで行くぞ。参ります。面白い。
ち筋肉痛が。受け入れます。ああ、汚らわしい奴らめ。ゴーム解放。征服してやる。そこで。オール解放。マスき天下があると信じて。無力な粗骨者にはこれで十分だろう。真の心得、お前らに教えてやる。打ち破れ。仕方なし。老人が横槍を入れようか。打ち破れ。我が武勇、槍を今こそ目覚めろ。打ち破れ。蒼天に帰るだけ。貴様覚えたぞ。そこです。速やかに引け。こんな感じで武力上昇値を生かして短時間あっつりぶつけに行くのが強いと感じとるよ。2試合目は同じ方とのマッチング。妨害優遇がバレとるから正直めちゃくちゃ苦しいけど、縄文にこつらいやつと思って割り切るしかあらへんな。災なき者は消えるのみ。邪魔するな。邪魔するな。どこで歯車が狂ったのか。ぶっ飛ばせ、ぶっ飛ばせ。一、二、一、二。陣を焼き撤退せよ。一、二。無駄だ。我が才、ご覧ください。やつを追い出してしまえ。ぶっ飛ばせ。行くぞ。一、二。お前たちも見ろ、書の神髄を。申し訳ありません。打ち破れ。出過ぎた真似でした。
そこです。受け入れます。意義を正せ。さっさと出さんく。二度目はない。お悩みです。傾いた天秤を戻すことはできぬ。邪魔するな。ありません。無人の心得、お前らに教えてやる。邪魔するな。ぶっ壊せ。オーグ解放。マスター天下があると信じて。意義を正せ。申し訳ありません。あなたたちに勇気。無力な粗末者にはこれで十分だろう。無人の心得、お前らに教えてやる。ぶっ壊せ。想定に帰るだけ。大使は応連。
傾いた天秤を戻すことはできぬ。ぶっ壊せ！面白い。出過ぎたダメでした。陣を焼き撤退せよ。行くぞ。そこです。先端でゆっくり撫でるように回すと迎撃が取りやすいです。無人の心得、お前らに教えてやる。その隙見逃しません。受け入れます。
し訳ありません。陣を焼き撤退せよ。ぶっ壊せ。一人ではここまでか。おもしれ。健康第一。お悩みですか。二度目はない。らわしいやつだ。さっさと出さんく。大義の加護があらんことを。獅子に抗う者よ、金馬町の武勇を知れ。そこです。意義を正せ。できてんだろうな。そこです。1、2、1、2、1、2。獅子の方向を撃て。卒物にはこれで十分だろう。無人の心へお前らに教えてやる。上なり行けるわけには。1、2。わしの部に恐れをなしたか。受け入れます。陣を焼き撤退せよ。申し訳ありません。
貫け！お悩みですか？二度目はない！尊家三代来たか、ガチャルマ。貫け！ぶっ壊せ！一、二。貫け！受け入れます。教えてやる！貫け！
我が武勇槍を今こそ目覚めろ。ご視聴ありがとうございました。癖の少ない正統派のパワータイプ号令やから扱いやすくておすすめやよ。